はい、ストレッチ整体師ともです。ももあげストレッチについて解説していきます。まずはおへそを見つけてもらって、そこから斜め下10センチぐらいのところを両手で押さえます。で、背中側に押さえてもらったら斜め上に引き上げるようにして押さえたまま足を上げ下げしていきます。 次は四つん這いストレッチです右手を斜め45度上につきますそこからお尻を後ろに引き下げていって胸を地面の方に近づけていきますそこから左に向いてもらってこのポーズで15秒キープです